アガタ類レプタリオモルフォーは、爬虫類に類似した、両生類、または有用膜類とそれに関連する、獅子動物を指す、分類学上の名称。この言葉は1934年に、スウェーデンの古生物学者ガンナー西部ソダーバーグによって、ペルムキの爬虫類に似た、名波類の総称として作られたが、結局アメリカの古生物学者、アルフレッド・ローマーが提唱した。 スミリュールやアントラカゾーリアという学名にとって変わられた。輪廻式分類学を取り入れた考え方では、上目のランクを与えられ、全滅種である爬虫類的両生類のみを含む。歯型上目は石炭期に現れ、石炭期中期には真の爬虫類が生まれていたにもかかわらず、ペルム期中期までは陸上でも繁栄し続けた。 陸生種が絶滅した後も生存した水生種もほとんどが PT 境界を超えることができず、クローニオスクスカが三畳期初期まで生き延びたのみである。1990年代に分岐学が盛んになると、再びこの用語が使われるようになる。ファイルコードでは、さらに、それから進化した有用膜類すべてを含む非常に大きな単系統群である。以下は、ローリンライスによる、 ありがとうございます。